研究施設の西脇です。超電導加速空洞の研究を行っています。ここはスーパーケック B 加速器のトンネルの中、日光直線部です。この日光直線部では8台の超電導加速空洞で電子ビームを加速しています。こちらが超電導空洞です。この中に液体ヘリウムのタンクがあります。その中にニオブという超電導材料で作られた加速空洞が入っています。ここでは絶対温度で4ケルビンまで冷やしています。超電導状態の加速空洞を使うことで少ない電力で効率よくビームを加速することができます。 KEK では1970年代から超電導空洞の研究が始まりました。1980年代に建設されたトリスタン加速器では30台を超える超電導加速空洞の実用化に世界で初めて成功しました。その技術をさらに発展させてケック B 加速器、そしてスーパーケック B 加速器では世界最大のビーム燃流の加速を実現しています。